はい、皆さんこんにちは、ギサと申します。本日は鎌倉殿の13人第46話の演出解説をしてまいります。46話のですね、徹底解説という動画を月曜日にすでにアップさせていただいているんですけれども、そちらの動画に視聴者の皆様から100件以上コメントいただきましたので、それらのコメントを紹介しながらこれらの項目深掘りしていければと考えております。まあ、46話の総括動画という形になります。で、まあ、早速話入っていければと思うんですけれども、この動画ちょっとですね、いつもより撮影遅れてしまって、水曜日の夜に撮影しているんですけれども、ちょっと夕方にですね、こちらとして望まない苦言をいただいてしまいましたので、今後気をつけなきゃなということで、ちょっと一つ謝らせていただきたいんですけれども、過去の動画、このコメントは徹底解説の動画にいただいたコメントなので、それに対しての言及だと思うんですけれども、腕を組んで、話すのはいかがなものかというコメントをいただいてしまいました。で、この動画はですね、要は、なんていうか、こう、スクリーンの前で話しているので、手持ち無沙汰になってしまって、こう、いろいろ考え込む上で、うーんっていう、考える人みたいな感じでですね、手を組んでしまうことが、あるんですけれども、それが、こう、失礼に値するということで、私自身、失礼な、ご不快な思いというのは、極力与えたくないので、ちょっと今後気をつけたいなというふうに思います。ちょっと、リピーターの視聴者の方からすれば考え込んでいるってことは伝わっているとは思うんですけれども、極力避けていくんですけれども、無意識でやってしまっていたことでございますので、少なからずご不快に思っていた方は、一つコメントいただいているってことは少なからず、その10倍10人以上はご不快な思いさせていただいたと思いますので、大変申し訳ございませんでした。はい、ではその上で、気を取り直して、本日はちょっとなんとか手を組まないようにですね、意識してお話ししていければと思うんですけれども、まず、今回のタイトル、将軍になった女というタイトルがついておりますので、この将軍になった女のタイトルの意味、解釈について、考えてまいりましょう。今回はタイトルがこれなので、そんなにこうダブルミーニング、マルチミーニング的な感じで複数の意味を持ち合わせているってことはそこまで、ない回なのかなと思うんですけれども、とてもですね、分かりやすく素晴らしいコメント一ついただきましたので、ご紹介させていただきます。今回その将軍になった女というのは、もちろん北条政子のことを示しているわけでございますけれども、将軍になった政子、一方で将軍に、尼将軍になれなかった身、尼将軍になりたいのえ、そして尼将軍に憧れる一般人の梅という形で、将軍になったという言葉に対して、その尾ひれの部分がこう変化をするというような意味で、それぞれの尼将軍と、将軍という意味があるのではないかなという解釈ですね。で、男性陣もそうでして、将来将軍になる三虎君、それから、闇将軍、執権になっている義時、それから今後史実としてですけれども、名将軍、執権に、なってやるという、安時、そして裏の将軍は俺だと、裏で暗躍してるのは俺だという三浦義村という形で、この将軍っていう言葉の尾ひれが、それぞれ変遷することで、今回実質的に将軍になった女というタイトルであると同時に、将軍とはをですね、それぞれの将軍とはを、描いているのではないかという、非常に分かりやすく明快な解釈だなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、じゃあもう早速次行きますけれども、今回ですね、この義時の心境のところですね、非常に多くコメントいただきました。今回ご紹介するのは5つ程度かなというか、ちょっと絞らせていただいたんですけれども、まずちょっと見てまいりましょう。赤いところを中心に読ませていただきますけれども、まず次期将軍問題を話し合っている場面で、義時がつい思い余ってという感じで、お前の声は耳に触ると言い放ち、安時を、退出させた時、彼は今でも息子同様の正義や真理を大切に思っているんだと理解しましたと。今回の話に限らず、義時と安時は衝突を繰り返しておりますけれども、義時が安時にかける言葉、もちろん厳しい言葉かけますし、怒鳴り散らすこともあるんですけれども、今までの言葉の節々に、とにかく安時の時代、自分が亡くなった後に、安時の時代となった時に、歯向かってくる御家人であるとか一族であるとか、そういったそのもう反乱の目は全部潰しておこうという、一種息子に対する優しさというか、究極的な自己犠牲というのが義時に働いているというのが、過去の安時に対する言葉をですね、考えていくと、それは間違いなくあるなというふうに思いますので、今回もですね、そういった部分があるのではないかというような形ですよね。
で、まあ、ちょっと下のところも読んでみますけれども、泰時の衣装はかつての自分のような薄緑色、立ち振る舞いにどこか昔の自分を重ねて見てしまうと。まあ、当然頼朝がいた時、義時というのは頼朝に何回も正義感からですね、口答えしている部分ありましたけれども、まあ、そんな今泰時が自分に対して口答えしてくるのはかつての自分のようだというふうに思っているという形でございますよね。義時自身決して今の自分のありさまに満足しているわけではないという、所作でしょうという形でございます。素晴らしいコメントですね、ありがとうございます。その上で、今回多くコメントいただいていたのが、義時が政子に対してかけた言葉のシーンですね。要は姉上にしたら珍しいというふうな最後のところの言葉で、それに対して政子はママ将軍の言うことは絶対だから歯向かっちゃダメだぞってことを言っていたわけですけれども、3つかなコメント紹介させていただきたいと思います。ちょっとまず全部読んじゃいますね。政子が尼将軍になったことで、義時は頭を冷静にすることができると思います。今まで緊張と緊迫で頭や心を休めることができなかったので、少しほっとした部分があるのかなと思います、とありがとうございます。姉上にしては珍しいの時の表情を見ると、なんなら義時は政子が表舞台に出てくるのをずっと待っていた感もある気がしました、と。次も読んじゃいますね。はい。政子の尼将軍就任を受け入れた義時の表情は、どこかこの時が来るのを待っていたかのように見えました。今回は廊下から差す横に照らされてというのが印象的で、これまで影一色だった義時に光が差した瞬間と捉えることができる気がして、と。素晴らしいコメント、3名の方ありがとうございます。ここは私もすごくこう思っていて、まあ義時からすると、今までのね、義時からすると権力というか、そのパワーをそがれてしまう、奪われてしまうってことは望んでいないことではあるんですけれども、その望まないというのは、それこそ源の中明であるとか、三浦義村であるとか、まあ、要は北条家というか自分の血筋血縁ではないところに、それがこう持っていかれてしまうってことは気に食わないというような部分があったと思います。それに対して政子に関しては、それこそもう前回の44話だっけ、前回はね、多分45話の時に、その政子がね、44話かな、要は政子が一回伊豆に帰ろうと、したことありましたけれども、それを止めたのは義時ですよね。なので、その上で政子が一種その失意のどん底というか、メンタルやられている状態から復帰して毅然とした態度を示している今回に関しては、それこそ政子のその毅然としたリーダーシップの態度に対して、まあ、場合によってちょっとこれは私の飛躍した考えかもしれないですけども、頼朝的な部分、まあ、頼朝と結ばれた女性でありますので、そういった部分をこう垣間見たりして、自分が今までまあそのようなことをですね、ずっとしてきた、最近してきたわけでございますので、一種自分が背負ってきたその重荷というのが少し軽くなったのではないかなというふうに思いますので、まあ、今ご紹介した3名の方のコメントを読んでも、確かに義時の表情を見たときに、まあなんか政子が去った後、確かになんかね、ちらっと睨んでる気はするんですよ。するんですけれども、なんかそこにこう、己政子、お前なんかぶっ潰してやる感っていうのはないのかなというふうに思います。でまあ史実と照らし合わせてみても、結局この後別に北条義時 VS 北条政子で、どっちかが死ぬデスゲームが繰り広げられるなんてことは史実上はないわけでございますし、まあ、ドラマももう予告映像を見ればね、来週はもう承久の乱に片足突っ込むことが分かっているので、鎌倉が一枚岩にならなきゃいけない状況ですので、その意味、その今後の史実的な側面を踏まえたとしても、まあ、義時的にはほっとしたんじゃないかなというふうに私としても解釈しております。コメントいただきましてありがとうございます。はい。そして、梅と亀ということで、まあ、いろいろと論争が繰り広げられていることなんですけれども、まず、梅さんというのは、まさにこの後ろのこの、女性ですね。政子に対していろいろとこうお話をしていた女性ですけれども、まずコメントを2つからご紹介させていただきたいと思います。伊豆の小さな豪族の行き遅れっていうセリフは亀さんも言っていましたし、亀は江口のり子さんが演じていた役ね。頼朝の愛人みたいな役でしたけれども、今回梅さんって若い子が言っているから亀さんの娘か孫かと思いました。もう一つコメント紹介させていただきます。瀬垣に現れた梅さん、亀さんの孫娘ではと思いました。憧れの的なんだから、坂東順の女の数十年前に亀が政子へ送った言葉と同じ言葉を言っていました、と。きっと亀さんは遠くからずっと政子を応援していて、孫娘にも話していたのかなと思う場面でした、ということで、ありがとうございます。これは非常に多く、SNS でも
言及されておりまして、もちろん確証はないですけれども、まあ、ほぼ同じセリフを、言っておりましたので、13話の亀の前と同じことを言っておりましたので、まあ、亀を意識させる言葉であったということで、亀の血縁かどうかわからないですけれども、まあ、亀を意識するというのは間違いない、意識した演出になっていたなというふうに思いました。なので、絞ることはできないんですけれども、年齢的に考えたときに亀の娘もしくは孫娘の可能性は大いにあると思いますし、もしそうじゃないとしても亀と同じ、空気を吸っていたというか同じ時を共にした、まあ、同じ町の女性である可能性で、政子っていうのはねっていうような形で政子を褒めたたえる亀さんなんか想像できるじゃないですか。なんかそういった感じを、思い起こさせることかなというふうに思いました。でもまあわざわざセリフをかぶらせるということは孫もしくは娘と、予想を視聴者がすることに関しては織り込んだ、視聴者演出陣からすると今回の SNS のざわざわは、してやったりのニヤニヤなのかなというふうに思いました。ただそのなんていうんだろうな、確証っていうのは、演出側からそして脚本の三谷さん側からは示されないと思いますね。そこがこ の, かあの鎌倉殿の13人の視聴者側にこう想像力というか予想を膨らませるっていうところは面白いなというふうに思う次第でございますね。でこのコメントを今、まあ、解説した上でちょっとですね別のこの、コメントをいただきまして、ちょっとその派生というか要は亀さん絡みなんですけれども、でこのコメントに関しては私はちょっと反論というかどちらかというと否定派でございますので、ちょっと視聴者様の、お名前は伏せさせていただきます。丁寧にやり取りもさせていただいたので要は抽象の意図はないんですけれども、ちょっと明確に私の、真意を伝えさせていただきます。この方がおっしゃっているのは、初さん要は泰時の、奥さんですね、初さんが三浦義村の娘ですけれども、どなたかがおっしゃっていましたが、初さんは亀の前と三浦義村の子供だったんですねっていうコメントをいただいたんですけれども、まずこのコメントのここのところだけ読んだ時にえってまず私なったんですね。誰が言ってたと、どこに書いてあったと正直思ったわけでございます。でこの方とやり取りをしたんですけれども、まあ可能性として、あ、なるほど、そういう解釈もできるのかっていうふうになりましたので、一応ですね私は否定しますけれども、ちょっと整理してみました情報を。まず今この方のコメントを紹介する前に、私はこの要は梅さんの話を2人お二方ご紹介いたしましたよね。なので今回の46話に関しては梅のセリフと、まあ、亀のセリフが一緒であったという事実がまず存在しています。なので子か孫かもしくはその血縁じゃないかっていうのは不明だけれども、連想させているっていうのはこれは確信犯的な演出がなされておりますよね、今回の46話に関して。なんですけれども、これは視聴者の皆さんぜひご意見欲しいんですけれども、今まで初さんの今回に限らずね、今回ほら真面目かみたいなセリフでちょっとイチャコラしてる泰時のシーンありましたけれども、諦めぬ境地みたいに言ってましたけれども、初さんに亀を連想させるセリフって今までありましたかね。あといろいろと SNS だけじゃなくて公式ホームページであるとかネットの記事、それこそネットの記事っていうのは一般人が書いてるんじゃなくてマスメディアが書いてる記事とか含めて読んだんですけれども、まあ公式でも初のお母さんが亀を連想させるセリフっていうのは一つもございませんでした。でもしですけれども初が亀の子供であるということであるならば、今回のこの1のように、まあ、今回の46話に限らずどこかの話で、うわなんか亀さんと同じこと言った初がっていう演出を絶対するはずなんですよね、この演出陣からしたら。なんだけども、そういう確信犯的な匂わせをするはずなのに、私の記憶では初さんにそういうセリフっていうのは今までなかったのかなというふうに思います。で今までも、まあ、亀を連想させるような性格セリフ描写というのはないのかなというふうに思います。まあ確かにテキパキした女性感っていうのはありますけど、テキパキなんていうかな、こう毅然とした態度の強い女性であるってイメージはありますけれども、まあ、それ鎌倉殿の別に亀さんに限らずそういう女性ね、まあ、リクさんとかノエさんとか含めておりますので、まあ、別にそこはっていうふうに思いましたよね。で、まあ、一方で三浦義村っぽさも別に初にはないじゃないので、まあ、果たしていかにというようなところはありますよね。
で、一方ででも今回この方のコメントのように思うこともあるんだなというふうには、理解をしました。すいません、コメントやり取りだと明確に絶対ないですって言っちゃったんですけれども、まあこういう意見もありだなというふうに考え方を改めました。まあ、初の母に関しては三浦義村が訳ありっていうふうに八重さんに言ったんですよね。で、訳あり女性だけど誰かは示されてないんですよ。で、亀の前事件の時に三浦義村は亀さんに対して俺の女になるかっていうふうにこう、まあ、半分ナンパですけど言って悪くないみたいな感じで、まあ、亀さん言っていたので、まあ、仮にそれが現実となっていたら可能性はなきにしもあらずではあるなというふうに思いました。なんですけれども、これ要はその悪魔の証明で、要はもうこれエビデンスがないんですよね。そのセリフでもないし、ハツさんのセリフに伏線もないので、イエスと言われればイエスだし、私のようにいや証拠がないんでと、要は梅さんだったらセリフが似てるっていう確信犯的な演出があるけど、それがないから証明できんかなっていうのが私の見解なんで、私はだから否定派です。だけども証明できないけどそう思うんですって言われたら、そう思いますかっていうふうになっちゃうので難しいところですよね。で、まあ、あと亀の前は史実ではまあその後は消息不明なので、まあいかようにでも脚色はできるということを考えると、まあこういう説もありかというふうには思いますよね。ぜひ皆さんのコメントいただければと思います。で、あと一回特番があった時に、追悼映像、亡くなった方々のメモリー映像、メモライズ映像ありましたけれども、そこに亀さん入っていたので、まあ、亀さんはもう出てくることは多分ないだろうなというふうには思っておりますね。これが一応今回の見解なので、まあ、ぜひ皆さんのコメントもいただければと思います。ありがとうございます。こういったコメント大事ですよ。ぜひ臆することなく今後も率直な活発なご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、まさことみーですね、すいません、また声がちょっと枯れてきちゃってね、なかなかまたね、風邪ひいたわけじゃないんですけれども、なんかね、この辺に痰が絡んでるのがね、なかなか治らなくて申し訳ないんですけど、まあ元気です。元気なんで、続けてまいりますけれども。まさことみーなんですけれども、ちょっと、コメント紹介しますね。これ3つかな、紹介するの。と、ラストシーンは、窓から太陽の光が非常に気になりました。まさこを、睨んでいたみーが、全城の部屋で誰も恨まなくなり、それを見つめる太陽の光と。マサコとミーのシーンに指す光と空間は、天国から大姫や時政が見守っているような含みを感じました。はい、あと2つか3つ紹介かな。ラストの光が差し込むシーンは、マサコを聖母マリア風に演出しているのかなと感じました。確かにな。次、幽閉されているミーの元をマサコが訪れた時の光の演出がすごかったと思いました。最初の対面は暗い部屋の片隅に光の筋があった。で、2回目の対面では格子の陰で2人は分け隔てられており、ミーの解放への希望の光が差し込んでいるが、2人の間にわだかまりを表しているようでしたけれども、雅子が影を横切ってミーのいる光側にで手を取り合い涙し、ボンタラクソーカで和解と。場面写真見るとこういう形ですね。なんで雅子最初は離れた位置にいて、その間に柱があったわけなんですけれども、橋を渡るみたいな感じで、柱を渡る感情の隔たりがあったところを政子が入ってくるってことで和解をするというような形ですよね。っていう形で、まあ、まさにこの場面写真がそうですけど、この光の差し込み含めて非常に幻想的で感動的な演出がされていて、印象に残って、コメントされた視聴者様も多くいらっしゃいました。で、ご質問いただいているのでちょっと一応言及いたしましょう。一つ気になったのはラストのカットで、ミーは光の中にいて思いは成仏したようですが、雅子は格子の陰に入っていましたと。最終回に向けて読みを抱えることへの暗示でしょうかということなんですけれども、ここは多分、すいませんね、回答になってなかったら申し訳ないんですけど、そんなに深く考えなくていいかなというふうに思います。まさにこの場面写真がミーに関しては光が当たってますけれども、まあ、雅子には直接的に光が当たっていないので、そうするとなんていうの、このミーからするとなんて言えばいいんだろうな、直射日光って言えばいいんだろう、なんていうの、逆光というか、直接光が顔に当たってるわけですけれども、直接顔に当たっている反対側にいる人は順光になるので、
光が顔には当たらないんですよね。当てようがないんですよ、このシチュエーションとして。で、この部屋を選んだ理由っていうのは、この部屋は全城も、冠者殿も幽閉されていた部屋ということで、いろいろと過去の輪に対して思いを巡らせるところなので、物理的に照明が当たらないっていう形だと思うので、あんまり深くは考える必要性っていうのはないのかなというふうには思いました。はい、でも素晴らしいコメントだなと思います。そういった検証もさせていただきましたので、本日の MVP コメントはこちらとさせていただければと思います。ありがとうございます。はい、すいません、喉ガラガラになっちゃってきちゃいましたね。ちょっとその他、このまま一応ちょっとぶっ通しでいければと思いますけれども、その他コメントいくつか紹介させていただきたいと思います。まずですね、吉村と野江さんがつながってしまったということで、今まであんまりですね、三浦吉村と野江さんに関しては直接的なつながり、義時が紹介したりはしていましたけれども、そんなに大きな、義時を介したつながりしかなかったんですよね。だけれども、政村の村の字、だから野江さんが産んだ義時との子の政村の村の字は三浦義村から取ったみたいな話がして出てきて、その後わざわざ三浦義村のこう腕を組んじゃってごめんなさい、もうこれはちょっと再現なんかよろしいね、腕を組んでこうなんかにやりみたいな感じのシーンありましたので、わざわざそれを入れるってことは、あと2話で何かが起きる、伏線になっているのかなってところでもありますよね。史実におけるね、その野江さんっていうのは伊賀の方と呼ばれる人物と推定されますけれども、その伊賀の方は毒殺したんじゃないかって説もありますからね。その説が取られるかどうか分かりませんし、シナリオ概要にはそんなことは全く書いてないんですけども、ちょっとでもいろいろと、そのなんつうんだろうな、ええってこうか感じさせる演出でしたよね。ありがとうございます。これも秀逸なコメントでしたな。これにも MVP あげていい？二人でいい？今回。周菊の時に、本当なら後鳥羽上皇に勝ってたのに、時房が引き分けにしちゃったから、かつて、いくら法皇様でもずるはいけませんね。これ、後白河法のことですけれども、と言っていた時政との対比が面白いなと思います。確かにそうですよね。時政は、結構後白河法に対して、結構何でも言っていた時あったんですけれども、もう結構、それに対して、時房は割とこう、へいこらすることによって、それでこう、付け入っていくって感じなので、でもなんて言うんだろうな、そこの違いはあるけれども、低姿勢で上皇とか法にこう、付け入っていく感じっていうのは、時生さんには時政感っていうのが義時以上にありますけどね。ありがとうございます。はい、次。見ている人物で大事な役割をするのは運慶だと思う。時房は今回のために、蹴鞠を通して重要な役割をしたように、運慶が何か重要な役割をすると思う。何気ないシーンを忘れてはいけない。運慶は義時は運慶にね、改めて仏像を作ることを依頼しているので、あと2話でそれに関しては出てくると思いますので、私も要注目だと思います。ありがとうございます。はい、今回の放送で誰もいなくなっちゃったというミーですね、ミーのセリフが、ミーと政子で言ったかなというセリフが多かったので、最終回は、これアガサクリスティですね。アガサクリスティの、そして誰もいなくなったを参考にしているヒント、伏線と感じ、鳥肌が立ちましたと。最終回の義時の死をめぐる、シナリオに関しては、三谷幸喜さんがアガサクリスティのある作品を参考にしたと、おっしゃっております。で、私の YouTube の視聴者様、非常に博識な方が多いので、予想コメントいろいろといただいておりますけれども、オリエント急行殺人事件、もじった説と、あとはこの、そして誰もいなくなった説と、あとは、黒井戸殺し説かな。その辺が多いですけれども、確かに今回誰もいなくなっちゃったってセリフが出てまいりましたので、ちょっとそれをこう暗示させる部分もありました。で、一方で義時が今いろんな人物に、恨まれている状態なので、ドストレートでありますけれども、アガサ・クリスティの代表作である、オリエント急行殺人事件をモチーフにするのではないかと。モチーフって別にそのままシナリオをやるわけじゃないので、なんとなくそのシチュエーションとして参考にするというような形で、私としては現時点でも、引き続きですけれども、オリエント急行殺人事件説、あれも13人だからね、ちょっとそっちを、現時点で予想していますけれども、どうなるでしょうかという形でございますね。以上でございます。はい、すいません、これ45話になっちゃってますけど、46話でございますね。はい、今回ももしお楽しみいただけておりましたら幸いでございます。あと2週間、あと2話で、ね、終わりということでございますので、ちょっとね、なかなかなんかね、体調が、元気なんですけれども、声のがなかなか本調子にならなくて、また枯れてきちゃったので、
ちょっと YouTube ライブがなかなかできずに申し訳ないんですけれども、ちょっと最終回に向けてなんとか、最終回の1週間前ぐらいからね、ハイテンションで全ての動画を、提供できるように、いろいろと、引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。全然雑談なんですけれども、こっちの勉強も始めましたので、はい、こちらの勉強ですね。はい、どうする家康の勉強始めましたので、いや、まあ別に、ここ数日は始めたわけじゃないんですけれども、こういったオフィシャルなものも出てまいりましたので、一応現時点ではやる予定で、そっちのもう同時進行で、夜本読んだり始めておりますのでね、史実の本に関しましても、来年もいいものができるように、残り2週間ちょっと、しっかりと全力疾走で鎌倉殿の13人、解説してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。